ガネしなきゃ見えないわ。チェストとキーを手に入れろ。これ買えるんでしょ。1シーズンごとに、1シーズンってかなり、1つのチェスト、月に4つまで。1シーズンってかなり長いよな。1年ぐらいあるよな。1年はないか。1年だよな。他のアイテム合成しなそう。1個あるんやん。1個くれてるやん。誰でもできるやん、こんなん。開けていいんでしょ。中身見えないんかな、何見えるか。スキンのかけら。かけらかしかも。何が入っているかな。これ安いやつでしょ。これ絶対もらえるじゃない、もしかして。ゴールデンゴールワード。こんないっぱい出てくるんだ。オレンジエッセンス。追加アイテム入ったスペシャルチェスト開けました。金玉ワードランダムやで。ランダムなんだ、あ、最初は決まってんのかなと思ったけど。アップグレードレンタルアイテムをこう、高っ。あ、これ値段見えるんか。これ安いやつだよな。あ、ちょっとお安くできんの。レオナなんぼすんのこれ。スキン何だっけ。レオナ975だ。でもセールの時買った方が安くない。クラフトどこなの。クラフトどっか行っちゃった。あ、クラフト、あ、あれだった。クラフトでしょ。800エッセンスでしょ。これはエッセンスインできる。エッセンスは何になるの。読んでなかった。ランダム合成、あ、3つ使ったらできるってことね。これは、あ、そういうこと。安い安い。あ、英語クソ、日本語クソなんだけど。エクスティックチェストキーと違う。違うの。どういうこと。アップグレードしたらそれもらえるってこと。あ、これでか。これでいけるのか。あ、いらんときは、あ、これ607、あ、これ675円かかるわけじゃないんだ。エッセンスはこれなんか。あー、10個やってみるか。10個多い？値段変わんない？これ。5個と10個。変わんないよな。変わんないやん。1個でも変わんないやん。セットで買った方がお得なのね。まあ、ルピーいっぱいあるしな。もう買うだけ買ってやってないからな。こうセールたびに買ってでやってんのが。まとめ買いで割引ないんか。ないね。そのうちセール来ると思うんだよね。対戦力出てこねえわ。どこだっけ。まあいいや。じゃあ5個やってみるか。だから975で、このエッセンスってどんくらいするんだろうな、1個の値段。まあいいや。まあ一応これ買わなくても手に入りますよってことでしょ。あ、これおまけついてるわ。これはついてこない。あ、これ1個おまけついてくる。ほら、足す1個おまけつき。これ1個あっさり買わされたんだけど。アニーのやつがレアなんでしょ。いらねえ。これ加え、これしかないよな。もうこっからかけらとかはできないんだね。ついてくんの。たまなん、たまにたまになのか。いらんやつはエッセンスにしていけばいい。ゲームこなすと鍵のかけらもらえたよ。あ、かけらなのあれ。あれ一人から一個ってかけらをもらえるってこと。無限の闇の九段。これは、あ、高い。レジェンドリーだ。え、これクソ安くない。え、お当たりやん。これレジェンドリー好きなんて言った。いいですね。え、おかしくない？何なんこれ。あ、足りないってこと？何なんこれ。どういうこと？あ、これ安くない？あ、足んない。
かけらはエッセンスでアクティベートできるんやろ。かけらはエッセンスで、なんかあれ、これって後期でしょ。後期ってどっち、え、これずっと使えるってことでしょ。ランダムな、こう、これずっと使えるようになるでしょ。152って何、あと152足りないってこと、これなんぼ意味わからないんだけど。そうやろ、まあ、足りない、足りないんだよな、これ足りないんでしょ。分かったな、とりあえず全部開けるわ。文字数制限で出ないやつ。え、あ、1500あれ。え、こんなんてあり。違う、1520減るよってこと。あ、そういうこと。文字制限で出てない。くさ、はめられたわ。くそやな、マジ。え、アイコン、え、いらんってこんなん、マジか、もう舐めてんな。しかも TVo って、マジムカつく。そんなんあんの、めっちゃ金払ったのに。ていうか、チャンピオンは出ないよ、これ。チャンピオン出ないんです、チャンピオン出ないんですって。レンタルしたらさ、損だよな。もう作ってもらった方がええよな。リメイクと。これ持ってるやつは出ないんかな。持ってるやついなさそうだな。あ、持ってるって、これ持ってるよ。ほら、持って、イネズナ出してや。かぶるよ。かぶるんか。じゃあもうそれは脱線しようってことやな。メッカージックス、あ、これは普通のやつやな。エッセンスにしろってことやろ。何のエッセンスになるんやろな。あれ1個で賄えないのかな。いらんやつ3つでランダムなの出たりする。チャンピオンのかけらかよ。いや、レジェンダリーはもったいないでしょ。チャンプも出るけど、チャンプの4倍以上スキンあるから、スキンのが出やすい。あー、そういうことか。あ、エッセンス違う。あ、別なんこれ。あ、くどい。本当に汚い。ライアって嫌い。日本人のガチャ心でスイってくる鬼ども。あの幽霊スキンは知ってるわ。うわー、ゴミしか出ねえ。ガチャ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 。なんでって、いらんで持ってんのばっかじゃん。これ何、もう面倒くさいからガチャっていうシステム全部消えてほしい。ちょっと凝ったガチャだからな、これ。なんなん、これ450。あ、これはレンタルか。あれどこ行った、あれどこ行った、あいつ。これか、これが1520いるってこと。あ、そういうことか。ほんで俺お前950しかないってことね。もう一回だけやろう。もうどうせやんねえし、このゲーム。言っちゃったらやんないって。もう一回開けちゃおうと。完全無課金でもスキンもらえるっていうシステムやろ。まあ、まあもらえるね。これか、一気になくなったんだけど。まあ、ええわ、まだあるから。レア出ないかな。さらにここからレアがあるんでしょ。クッパラムス出ないかな。スキンじゃなくてチャンプくれよな。あ、外れだ、外れだ。それだけって穴くれたよ。なにこれ、ジェムストーン。スイカのチェスト合成に、あー、かけらも出るのね。そのうちガチャ限定スキンとか出るんやろな。今あるんじゃないの。なんかそんなのチラッと見たんだけど、違った？持ってるチャンピオンいらないよ。だけどあれ混ぜたら、あのチャンピオン出てくるからいいんか。それはもう持ってねえ。完全無料で遊べちまうんだ。もうあるで。もうあるよね。アニーじゃなかったって、違った？もう全然知らないんだけど、これの情報全然持ってないから。グラガス、ヘクステックアニーが限定だよ。そうだよね。ガチャ限定ボイスでエッチな声出るんやろ。あるんか。回します。おお、いいわ、これやめときゃよかった。めっちゃもったいない。お、これいいやつじゃないか。でもアニー可愛くなかった。レジェンダリーだけど、かけらっていう。こんなん無課金でやっても無理じゃん。ホームランを取らんでる。レジェンダリーすぎてやんな。あ、これ欲しいな、ちょっと。普
通にセールの時買ったら安いよ、こんな。もう何も、これ限定で釣られてるだけやん、俺たち。万人買うばっかりはね、誰が使うね。オープン、オープンで。ガチャン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 。いらない。シーガメス、このガチャはでき損ないだ。いらない。回せないよ。いらないよ。で、リサイクルしたいんでしょ。お前さ、誰も持ってないやついないかちょっと試せねえな。あ、これ持ってないんか。490だって。490ってことは、あ、2体か。あ、値段で違うんか、これジュリアンと、いら安いやつ混ぜようぜ。263しかならない。195 193 263 200。この3人混ぜてみよう。君に決めた。あの、もともとこれガチャシステムあったからな、ルーンで。ランダム合成。君に決めた。これ持ってるやつ出るでしょ。これ持ってるやつ出たらなくて。あ、ええの出たやん。フィオラ。え、高いフィオラやな、これ。5000円ぐらいした。4000円使ったもんな。4000RP 使ったもんな。4000RP するフィオラです、あれ。高っ。で、追加されるんだね。で、レジェンダリー、これ何？これ何スキン？昔のスキン？これなんだこれ。合成の歯ずっと使えるんやな。そうだね、持ってないやつが出るからね。ワードはいらないかな。なんだこのトリスターな、クソブスやん。で、これも合成、これ合成したなんの。あ、ランダムな、こういけるやん、これ。いらんの、いらんの全部安いやつやろ。あ、これ高いし。520円と、あ、いたいたいた、安いやつ。あ、けどこれ見た目いいんだよね。持ってないけどね、俺、あいつ。あ、いたいた、これでいいや。ランダムグループ。これと、マスターイーの持ってるから。ゴー！レジェンダリー来い。けど、順番的に来なさそう。カルマなんていらねえんだよ。あれ、俺、カルマ持ってんの？釣り人ジャックスはレガシーやで。あ、未所持だ。あ、レガシーか。そうそう、それが痛かった。レガシーってたまにあるやつだよね、再販みたいな。700、高いやつリサイクルしたくねえな。これリサイクルしたらどうなるの。レジェンダリーリサイクルしたら、あ、何かこれ。ちょっとリサイクルできるやついなくない。これリサイクルしよう。1821いっちゃいましょう。いかないよ、もらうんだよそのうち。どっちがいらん。これちょっと欲しいやつだからな。このグラガスいらないかな。いけ、ぐる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 。ポン。アリスタ、アリスタってなんだっけ。あ、牛やん。いらんわ。あ、いらない。入れないでや、勝手に。これクソシステムやな。クソシステムだな。言うわ、クソシステムですわこれ。こいつ分解して600でしょ。あ、これ分解した方が良くない。レジェンダリー欲しいんだったらね。レジェンダリーどれがいいんだろう。メカジックス、なんこれ。ドタのパクリ、ドタのパクリ。俺やノクタンいいの持ってるもんな、確か。全然チャンピオン出ないね、ノクタン。6ターン。もう一回やろう。もう一回遊べるドン。あ。もうかわしてくんない。あ。欲しいかけら出たら分解でいいかって。無理だこれ。もう買えなかった。だね。まあ今んとこないから、こんな感じかな。ガチャ規制入ってたわ、自動でやってくれますね。制限あるのかよ、わら。1日1回とかガチャなめてんな。課金止めさせてくれるとか神か。両親が残ってたよな、優しい。ライオットにもまだ人の心は捨てなかったようだ。リオットに両親があった。あったね。もう俺はやんない。配信だったからやったけど、普通だったら絶対やんない。
というわけでね、リーグオブレジェンド、今月のリーグオブレジェンド終わりです。一戦も戦ってね、あ、これで記事書こうと。リーグオブレジェンドのガチャがありました。クソシステムでした。終わり。収益あんま高くないらしいからね、リーグオブレジェンド。ドタとかの方が上じゃないかな。 CSGO はあれだよね、あの CSGO、 Steam の外でかなり金銭飛び交ってるよね。ゲームス、うちのとこは9万円分回せば好きなのが手に入りますよ。クレジットカードを作れば限定のキャラクターがもらえます。大体入れてこねえんだけど、俺やってないからな。出てこないわ。こっち来てからやってない。持ってるチェスト持ってない。というわけでね、もう二度とこんなゲームやることはないでしょう。お疲れ様でした。